皆さん、こんにちは。中学校3年生社会科の時間です。それでは今日も公立高等学校入学者選抜のこれまでに出題された問題について解説をしていきます。第1回では都道府県名と都道府県庁所在地についての問題や日本の工業についての問題でこれまでの学習を振り返りました。第2回の今回は地理的分野のうち日本の農業や各地域の特色に関する問題です。過去の高校入試問題を使って確認をしていきましょう。最初の問題は平成31年度入学者選抜の前期選抜に括弧2の問題です。では問題を読みます。右の資料は米の収穫量上位5都道府県の全国の米の収穫量に占める割合を示したものであり、次の文章は社会科の授業で裕太さんが資料中の X における米作りについてまとめたレポートの一部である。資料中および文章中の X に共通して当てはまる同件として最も適当なものを図中のアからエのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。また文章中の Y に当てはまる適当な語を漢字4字で書きなさい。裕太さんのレポートを読みます。稲の生育期間である夏季の気温が低い四角 X はもともと稲作には不向きな地域でした。しかし寒さに強い稲を生み出すための四角 Y が重ねられたことなので日本有数の米の生産地となりましたという問題です。この問題は四角 X に当てはまる同件はどこかと四角 Y に当てはまる適当な語は何かという2つの事柄を答える問題です。まず最初の四角 X には当てはまる同件は何でしょうか。考えてみましょう。図中のアからエはどの同件が当てはまるでしょうか。皆さんは同件の名称は分かりましたか。アは北海道です。そしてイは青森県、ウは岩手県、エは福島県です。都道府県については前回も学習しました。教科書や地図帳などよく確認をしておきましょう。次に資料を見ると四角 X の同件は2016年の全国の米の収穫量に占める割合が 7.2% で全国で2位であることが分かります。また裕太さんのレポートを見ると四角 X の同件は稲の生産期間である夏季の気温が低く、もともと稲作には不向きな気温だということが分かります。稲の生育期間である夏季の気温が低く、もともと稲作には不向きな気温にもかかわらず全国の米の収穫量に占める割合が 7.2% で全国2位である都県、さあどの道県でしょうか。正解は北海道です。回答はアとなります。次に四角 Y に入る適当な語を考えます。ここは寒さに強い稲を生み出すために重ねられたことが入ります。さあ四角 Y に入る4文字の語句は分かりますか。正解は品種改良です。もともと稲作には不向きな土地であった北海道でしたが、品種改良を行って寒さに強い稲を生み出したりすることなどで新潟県に次ぐ米の生産地になったのです。またこの問題は漢字4文字で書きなさいとありますので漢字で書かなければ正解にはなりません。前回もお話ししましたが、日頃からこれまで学習した漢字は漢字で書く習慣をつけ、
漢字で書けるようにしておきましょう。次の問題は、平成30年度入学者選抜の後期選抜の2(2)の問題です。それでは問題を読みます。次の A から E の文のうち、日本を7つの地方に区分したとき、図中の九州地方に関する事柄を正しく述べているものはどれか。最も適当なものを一つ選び、その符号を書きなさいという問題です。それでは A から E の文について一つ一つの順に正しいかどうか確認していきましょう。まず A の文です。1960年代以降、エネルギー革命が進むと、筑豊などの鉄鋼地域では鉱山が閉山された鉄鋼の生産が大幅に減ったため、繊維や食料品などの軽工業への転換が図られた。さあ、この文は正しいでしょうか。気がつきましたか。確かに1960年代以降、エネルギー源が石炭から石油へと変わるエネルギー革命が進むと、九州地方の鉄鋼の生産量が大幅に減りました。ただし、筑豊などの地域にあったのは炭田です。あの文では、筑豊などの鉄鋼地域とありますので、まずここは正しくありません。また、工業の転換が図られましたが、それは IC、集積回路や自動車などの機械工業への転換ですので、あの文の繊維や食料品などの軽工業への転換が図られたも正しくありません。後で教科書で確認をしておきましょう。次に、いの文です。シラスが広がる九州南部は、肥沃な三角州が作られて、豊富な水の供給があるため、稲作が盛んに行われている。この文はどうでしょうか。これも確かに九州南部にはシラスが広がっていますが、土地が痩せていて水持ちが悪い地域です。そのため稲作には適していません。代わりに畑作や畜産が盛んな地域となっています。いの文は明らかに正しくありません。次にうの文です。20世紀初めに官営八幡製鉄所が建設された福岡県福岡市は、道海湾の環境改善などの公害対策に取り組み、ペットボトルなどをリサイクルする工場が集まるエコタウンとなった。この文はどうでしょうか。これも確かに20世紀初めに官営八幡製鉄所が建設されましたが、建設されたのは福岡県福岡市ではなく福岡県北九州市です。そしてこの福岡県北九州市は道海湾を中心として鉄鋼業とその関連工業が盛んでした。しかしその一方で工場から出る煙による大気汚染や工場排水による道海湾の水質汚染汚濁が進んでしまったことから、環境の改善に努め、現在では北九州市にはペットボトルなどリサイクルをする工場を集めたエコタウンが形成されています。したがってこのうの文は福岡市の部分が正しくありません。最後にえの文を確認してみましょう。九州地方には阿蘇山、桜島、雲仙岳、九十連山などの活動している火山があり、温泉などの観光資源に恵まれ、地熱は大分県などで発電に利用されています。この文はどうでしょうか。確かに九州には阿蘇山、桜島、雲仙岳、九十連山などの活動している火山があり、温泉などの観光資源に恵まれていますし、地熱は大分県などで発電に利用されています。この文は適当ですね。したがって、正解はえとなります。この問題では、
九州地方が取り上げられ、九州地方の自然や産業の特色について理解が問われました。他の地方についても同じように地方ごとの特色を教科書で確認しておきましょう。またこの問題では日本を7つの地域に区分したときとありますが、この時の7つの地方区分は言えますか？日本を7つの地方に区分すると、九州地方、中国・四国地方、近畿地方、中部地方、関東地方、東北地方、北海道地方の7つですね。さらに地理的や歴史的な結びつきの視点から、この7つの地方区分をさらに細かく分けることもできます。これも後で教科書で確認をしておいてください。続いて括弧3です。次の文章は社会科の授業で明子さんが高原・高冷地野菜の出荷について次の資料を見ながらまとめたレポートの一部である。文章中と資料中に共通する X 県として最も適当なものを図中のアからエのうちから一つ選び、その符号を書きなさいという問題です。あきこさんのレポートは後ほど確認をします。まずは図中のアからエ、それぞれどの都道府県の名称か分かりますか？アは山梨県、イは長野県、ウは岐阜県、エは高知県です。レポート、文章ですね。文章には X 県や群馬県ではレタスなどの高原高冷地野菜の栽培が盛んです。レタスの出荷量に関する資料を見ると、茨城県や静岡県の出荷量の減る夏の期間に X 県と群馬県の出荷量が茨城県や、静岡県の出荷量よりも多くなっていることが分かります。高原野菜の栽培が盛んな、県は長野県です。ということで正解は E の長野県となります。今日の解説はこれで終わりです。今日解説した過去の高校入試問題を参考に、日本のさまざまな地域について教科書の内容を確認しておきましょう。次回は世界のさまざまな地域を取り上げます。世界の地理についても確認をしておいてください。それではまた。